ございます。ちょっと待って、髪の毛からやろうかな。おはよう、みんな、みんなおはよう。ゆうじさんかわいいやらと思う。眠った。でも昨日ね、寝るのめっちゃ早かった。ちゃんと寝ようと思ってちゃんと寝たら、なんか夜の2時ぐらいに目が覚めて、5時ぐらいに目が覚めて、なんか6時ぐらいに起きれたら一番良かったけど、ちょっと5時は早いと思って髪の毛からやりますか。眠たいね。走らなきゃ走らなきゃ、女の子だもん。ツアーだったから、おお、待ってます、待ってます。全力疾走。なんか爪が黒い、爪先が。なんじゃこれ。綺麗にしよう。なにこれ、なんの汚れ。なんの汚れじゃろ。眠たい、朝だから眠たい。朝の準備、まあ今日は時間がゆっくりあるからゆっくりやるわ言って、1時間半で準備できればいい。9時に終わります。あ、9時に終わりますっていうか、9時までには終わるって感じかな。今日は何服着ようかな。
人の金で焼肉食べたい T シャツにしようかな。今着てるのはただの可愛い T シャツだから。あれ携帯がない、マイフォン。ん携帯ん、携帯がない。まあいいや、お部屋と言ってらっしゃい。やば、ティータンマーありがとう。確かに何着ようかな今日。まあいいや、あちょっと、いやあっちの口癖なんですよね、まあいいやって。すぐまあいいやって言う。なんか興味がないわけじゃないんですけど、なんかいろんなものにあんまり関心がないのかな。まあいいやって言っちゃう、すぐ。なんかまあいいんですよね多分。まあいいんですよ。なんかまあいいやってなる。なんでだろうね。なんか冷めてるわけでもないし、興味がないわけでもないけど、まあいいやって言っちゃう。だってまあいいんだもん。昨日みゆみゆ TikTok 忘れてたけど、マハがあげてくれたから OK って言ってた。やば、いやみゆみゆは本当にあげるときとあげないときの差がひどい。でも多分そういうタイプなんだろうなと思う。マハも結構そういうタイプだからあれだけど、でもマハよりひどいと思う。なんかあげるときは毎日あげるけど、あげないときは何週間もあげないよね。それ分散しようやって言うんやけど、それ分散させてさ、なんか前歯は基本なんかストックがないんよ、あげないときは。でなんかメイクもしてないからその分取れないし、ただただ日にちだけが過ぎていくタイプだけど、ミミはストックがあるのにそれを出さんのに、それをさ出そうって、それを分散させて出せばさ、ええのにさ出さないとき出さない、多分開かないのと思う TikTok は。そもそもみちは偉い、ほんまにみちは本当に偉い、毎週ちゃんと出してる。一番 TikTok とか苦手そうなのに一番ちゃんとやってる、優等生、さすがみちだなと思うよね。菅美月さんよ。でも前はも結構なんかあげるときはあげるし、あげないときはあげないタイプだから、あんまちょっとみゆみゆのこと言えんけど、でもその話をこの前したらなんか一回だけ忘れちゃったことがあるって言ってた。だから皆勤賞ではない。アイロン治った。アイロン治った、アイロン治った、ラッキー。アイロン新しいの買わなきゃいけないかと思った。うん、本当に変な音が鳴ってた、ずっと。
ンセント抜けかけてたとか、なんかそういう事情もあるのかな、わかんない。アイロンの機嫌なのかな、なんなんだろうね。左側できた。おしゃっていってらっしゃい。私のやつあげようか。え、何使ってるの？気がしないね。ありがとう。ちゃんとさ、ありがとう。朝から元気だね。そんなことないか、別に。サーニアフィックス、え、それかわいいやつじゃん。なんかさ、巻きがついてるタイプのさ、サロニアのピンクの、あのツーウェイタイプのやつ、あれ買おうかなってずっと迷ってて、結局買ってない。2021年春夏限定のやつ、紫とピンクが出したやつ、結局買ってない。私でもあれが欲しいよね、いつか。なんだっけ、ヘアビューロン 4D プラス、なんか5万円ぐらいするヘアアイロン。いやでもそんなんいるかなって思うけど、よく考えたらめっちゃいいのかなって思ったら、ちょっと欲しくなっちゃうよね。でもなんか欲しいって言ってすぐ買える値段じゃないから、ちょっとお小遣い貯めなきゃね。他のメンバーの電話で名前が出たんで来ました。え、誰誰誰が私の名前呼んだんだろう。ありがとうございます。出てました、だるまありがとう。スピン焼き、あ、本当にアイルに限定だから、そう、なんか色ですね、あれは限定なのは。これ白なんですけど、このサロニアっていうこのアイロンはピンクと黒がだいたい定番の色で、なんかこれの、ね、ピンク色とか紫色が多分今出てる限定の色ですとか、ツヤツヤしたりツヤそれ限定で可愛い色が出たりとかね、するんですよ。着替えの時前歯に胸触れるって話して、うわ、それソラハでしょ。ソラハじゃんそれ多分。やめてよそんな、セクハラみたいじゃん。いやいや、でもね、マイハよりね結構やばい人いっぱいいるんですよ。でも言ったらソラハでしょ。水色のもかわいい、水色欲しい、水色がいい。 STU じゃん。何したん、え、なんかさ、ブルーローズの衣装あるじゃないですか。一回しか触ってないよ、でも。一回しか触ってないって。だって私、ソラハちゃんのブルーローズの時に写真撮りながら、なん、ソラハちゃんおっぱいがダイナマイトじゃんとか言いながら写真撮ってたの。でもソラハちゃんなんかそういうのも好きじゃないからさ。めちゃめちゃ嫌がられる。やめてくださいよって言われる。ごめん。だってツラちゃんはね、いやで、なんかでも聞いてほしい、なんか私あのさ、チャック前開きのさ衣装なんですけど、なんか
フィッティングの時になんかすごい猫の衣装みたいになって、見て見て、なんかできたよ新しい人が一人できた、ここに。でなんか私はちゃんとさ触るけど他のメンバーは触らないんですよ。触らずに「え、開けて開けて」って言ってくるそのチャック前開けてよって言ってくる、私よりやばいよ。あと開けてくる人もいるし、まあそんなもんよね、そんなもんなんかないや分からんけど、前はもちょっとあんな衣装見たら開けたくなるのは分かるけど、すごい開けてってやばいじゃんっつって、面白いでしょ。だからね、なんか別にああいう人の中に混ざっててね、急におっぱいを触られたとかって言われても別になんか、あ、そうなんやのレベルよ。なんかファンの人からしてみればなんかやめてそんな話になっちゃうかもしれんけど結構普通ですよ。でマハはおっぱいよりお尻の方が好きだから、これは言うけど、なんか別になんかおっぱいはどっちでもいいんですよ、メンバーのおっぱいがバンされるよ、やめて、なんか変態みたいじゃん、綺麗になった髪の毛。そういうこういう話興味津々どういうお尻が好きかって言われたら、みちゅのお尻が好き。マシちゃんも結構いいお尻してる。昔から言ってるよね、みちゅのお尻が一番好きってあのショールームでは話したことないけど、誰のお尻触るの？そこにあったお尻を触る。あ、あれですよ。めちゃ股で急に人のお尻を触ったりしないですけど、メンバーね。でもなんか何がすごいってさ、前歯もそうだけど。なんか別にお尻を触れることによって大してびっくりしてないのがすごい。みんな、おきちゃんのお尻がやばいって言った。あ、本当に？今度触りに行こう。ありがとう、いい情報。何の話だん、みんな何の話、朝からやめてよ。うわ、びっくりした。ああ、眠たいね。自分が大きいこと気にしました。うわー、そういうのよくないわ。前歯が全部もらおうかな。奥さんにブルーローズの衣装着てほしいだけ。確かにみんな着よう、あれみんな着てほしい。
母が写真集出すのはどんなのにしたい？母が写真集出したら、どうしよう。どうしよう。やっさん可愛い、ありがとう。あの衣装かっこいいけどさ、マジでさ、ヒール高すぎて、ヒールがめっちゃ高いんですよあれ。もうね、つま先が痛い。しかもさ、会場広いのにさ、ワン、ツー、シー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ツー、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイっていう、ツー、エイトで、端っこから一番に行かなきゃいけない。その番号で言うね。まあ真ん中、ちょっとずれたところみたいな。シャーンって行かなきゃいけないんだけど、もうあれ、ね、上手に歩けないわけ。ましてや早歩きとか走ったりとかできないの。でもさ、それで行かなきゃいけないから、もう大変だった。つま先が痛くて、なんか好きになれただけで幸せだの衣装もめっちゃあれ、つま先痛くなっちゃうタイプ。すごい。もう靴だから、なんか私の踊るやつ全部つま先痛いやんと思いながら。これは日焼け止めです。日焼け止め、なんかチーチーみたいな垂れ方してるやん。赤色だったら終わってるよ。めっちゃなんか10、あのヒールを履くと、あれヒール12センチあるんですけど、マハチの身長175センチ、8センチだから、あれ履くとやばくない？178センチ、やば。あそこの曲は空間が175センチ以上だから、みんな100度目寝た。よし、今日は外に出ますからね。紫の下地、しかもなんかさ、ごめんねジュエルがさ、ちっちゃいからさ、よりなんか高低差あっておもろいよね、 あそこね。ごめんねジュエルがちっちゃい子組でできてて、ブルーローズがでかい人でできてるんだけど、面白いよかなり。でもなんか何が面白いってさ、一期生のさ、最年少のアリちゃんとマヤハがさ、ちっちゃい子とでかい子にさ、分けられてるのが面白い。アリちゃん同い年なんですよ。誕生日も1ヶ月違い。そんなに違くない。結構同い年なんです。結構同い年なんですけど。アリちゃんちっちゃい子にいる、私は大きい方にいるから、なんかあの開け方誰のアイデア、わかんない、未知じゃないの、わかんないけど、知らんけど、すごいいいよねあれ。誰のアイデアだろう、あれ。未知のショールームで聞いてみたら、前は聞いてって感じ。前は聞いてほしかった、前は聞く。
でもああいう曲ってどういう風なさ表情とかさ表現したらいいか分かんないから難しい。でもやっぱさ背が同じすごいいいなと思う。なんか綺麗に見える、揃って見える、揃って見える、もう綺麗に見えるからいいね。聞いてきて、分かった。ファンデーション塗ります。ファンデーション塗ってもいいけど、マスクしてるしね、どうせ。確かに、まあいいや。でもファンデーションないんですよね。ほら、コラコラ。何よりここは汚いから、もうこのタイプのファンデーションは買わない。いや、まさかこういうタイプだと思わなかった。こうやってぐるぐる回してかき集める、ないけど。今回のツアーのに何のユニットやりたい、ねペラペラをペラペラペラをやりたい。でもブルーローズでよかったなと思う。あ、もう踊らない曲。ペラペラペラを好きなんです。でもあれはね、マイハがやってないから好きなのかもしれない。見てたから可愛いってなっちゃったのかも。じゃあね、あ、ありがとうございます。なんか最近さ、このファンデーションがないからさ、なんかいやつを使ってたんだけど、やっぱなんかこう高いファンデーションはやっぱ違うなと思った。いいやつはそれなりに値段するけど、でもやっぱいいんだなって思った。これを塗り広げて、そう、今塗ってるのは結構いいお値段。いくらだったか忘れた。いくらだっけ、5000円から8000円の間のどこか。いいスクショ撮れた。え、スクショとか撮らないでいいよ。なんかメイク中のスクショやめてくださいって昔言ったんだけど、まあそれで辞める人は辞めるけど、辞めない人は辞めないだろうなとは思った。最初はすっぴんでスクショ撮るのやめてくださいって言ってたんですけど、なんかそれはまあいいやって言ったよね、多分。気象中はやめてねって昔言ったんよ。でもなんかそういうことを言っても守れない人がいると、あ、じゃあメイクする配信はやめようとかってなってくる。あ、そう、まあ、ツイッターに載せなきゃいいんですけど、別に載せなきゃいいんか。いや、載せなくても撮らないでほしいけどね。なんかメイク中はやっぱり必然的にブサイクになりますから。すごいよね、メイクすると可愛くなるじゃないですか。可愛くなる過程でブサイクにならなきゃいけないっていう、なんか嫌な感じ。まあいいんですけどね。まあいいやーっていうタイプだから別にいいですけど、まあいいやーっていうタイプです。なんでもいいや。
メッシーさんもハイビスカスありがとう。個人で楽しめよう。嫌だって言ってるものをなかなかおもろい、おもろい写真になるよそんなの。だってめっちゃファンデーションこの辺にペタッペタッみたいなついてる状態を撮って楽しめる。マニアックか。あ、マニアックか。今日は気をつけてください。ありがとうございます。将来前は有名人になった時にします。めちゃめちゃ厄介じゃんそれ。絶対やめてほしい。まやっちゃん最近ハマってるものは何ですか。最近ハマってるもの、最近ハマってるもの、なんだろう。分からん。最近ハマってるもの、最近ハマってるものは、最近ハマって最近ハマってるものは何やろ。 YouTube でアモングアスのアプリのゲーム実況を見るのが好き。ゲーム実況っていうか生配信、ゲーム実況生配信のアーカイブとか見るの好きです。あ、ポケカね。結果やってない最近。みゆみゆの家にある。最近あつ森やってますか。たまにやってる、たまに、たまに、やってるっていうか開いてる。なんかどうせ前はみゆみゆがポケカやらないとやらないから。持っといていいよ。いや別にお勉強にはハマってないですよ。だってやらなくていいならやりたくないもん。スイッチでやってるのはテトリスは結構ずっとやってるかも。だから今ハマってるっていうかずっと好きかも。テトリス、テトリス、テトリスが好きかも。昨日と同じメイクにしようかな。アイシャドウの量がわりかし多め。毎日ここから選ぶ。このパレットとこの辺のアイシャドウとこの辺のこれいいや。これはい、戻ってください。テトリス難しくない？難しい。でもね、いいとこまでいけるときといいとこまでいけないときがある。テトリスうまいの。テトリスうまいよ。テトリスはうまい。
これみつがおすすめしてくれたやつ。テトリス対決しようよ。え、いいよ全然、めっちゃうまいよ。前はお兄ちゃんには負けるけど、私のお兄ちゃんゲームうまい、お兄ちゃんいるんですけど、お兄ちゃんには負けるけど結構うまいと思う。テトリスはなんかお兄ちゃんはなんかあれを知ってる、テトリスの方程式じゃないけど、テトリスこうやってやるといいよっていうなんかパターンを知ってるから裏技とか使うタイプだけど、私はなんか本当に単純に純粋にやって結構強い。だからなんか兄ちゃんはそのテトリスの公式みたいなやつを知ってるからそれで強いのもあるし、ただ単純にうまいのもある。そう、前八はそういうの知らない、覚えようとも思ってないっていうか覚えられない。ぷよぷよはやったことないんですよ。昔でもテトリス配信したよ多分。テトリスやるわって言ってテトリス配信始めたことある。キラキラー、このキラキラ、これを寝袋にピューンって乗せて、うん、イエス、かわいい。そう、まだね、なんかね、何事も喋りながらねやるタイプだからね、画面は見えんけどなんかどういう風になってるかは分かりやすいらしい。パックマン、パックマンはちょっとやったことない。あれって未だにあるんや、あのゲーム。できた。そしたら何やるんだっけ。あ、アイラインを引く。よし、もう本当にお化粧ってめんどくさすぎる。毎日こんなのやってたまんねえな毎日こんなのやってらんねえぜ。なんかね、待って、アイラインがなくなってきた。もうなんかお化粧道具も何でも一気にさなくなるのやめてほしいよね。うわ、もうカスカスやがな、このアイライン。うーわ、買わなきゃいけない、めんどくさい。買いたくないんだよ、お金が必要じゃん買うにはもう本当にやだ。なんか女の子はメイクをしなきゃいけないみたいなさ作った誰。なんか女の人も男の人もみんな平等に化粧をしてるならいいけど、女の人だけやんね。まあ、逆にそれがいいのかもしれんけど、その
んかねメイクがね楽しい時とめんどくさい時がある。アイライン買わなきゃいけない。これ覚えとかないけ。ね、女の子が化粧する文化って誰が考えたのかな。すごいよね。でも昔からなんか頬紅とかさ口紅とかさあるってことは結構昔からやってるんだよね。ね、今から涙袋にピンクを見えんかった。乗せます。ピンクなった。仲良くなりたくて冷たい、そう君にずっとこのカフェに通うから。さあ紹介したファンデはどこのファンデーション？イヴ・サンローランです。でも買えるよこれ。買える。あのこれの黒い蓋が黒いのにするプッシュするタイプに変えようと思ってるから。でもこれでもいいと思う。なんかそんなに肌が綺麗な人はこれでいい。肌が綺麗だったらこれでいい。もうちょっとカバー力が高いのと、なんかね私ねここがすごい汚れるのが嫌で。あ、コンパクトのやつ、コンパクトのやつえ、どれ、これ出してないけど、コンパクトのやつなんか出したっけ。これファンデーション塗り広げるってやつだけど、ベベベってやってたのこれ。あ、これ見て、見てんの、見てんのコンパクト、わからないの。パウダー、パウダーこれどれじゃろう。コンパクトのやつが2個ぐらいあった。これかな、こうやってやってたやつ。さあどっちどっちだ、これ。さあ誰、さあ誰だ。ででんででん、さあ誰だ。わかんない、わからんのかーい。なんだろうね。なんだろう、なんだろう。みちおすすめのやつ、あ、みちおすすめのやつこれ。アイシャドウ。ロム&っていうところのアイシャドウパレット。3番、03番。こっちのミストが早かった。これかな、おすすめだったらアイシャドウですよ。このまぶたに塗るやつおすすめ。かわいいよねこれ。このラメを目当てに買いました。でもマイハはなんかねすごいキラキラ、なんかよくこの辺にマイハ最近ラメついてるじゃないですか。つけたくてこれ買いました
なんかもっとキラキラしたのがいいなと思って、パウダーさっき見せたやつじゃん、もしかして金色のパッケージこれ。これはエレガンスっていうとこのラプードルオートニュアンス6番、こんなパウダーです。こうやってパフパフやって使うやつ、可愛くない？このねパウダー3年ぐらい欲しくて、ずっと3年ぐらいどうしようか迷った挙句買いました。いつ買ったっけ、お正月に買った気がする。地元に帰った時に、お正月じゃないわ、4月とかに買ったのかな、いつ買ったっけ。お高そう、お高いっすね。いくらだっけ、1万円ぐらいする今のパウダー。あ、ちなみにこれはいくらだっけ、4000円とかだと思う。高めちゃめちゃストレート。いやなんかこのさワンコーナーに入ってるだけでもじゃあ高いねってなるよね。待ってめっちゃ割れてんの。本当は無印良品っていうところの引き出しが欲しいの、このもうちょっとでかくてしっかりしてるやつがね、これ100均だけど昔買ったやつ、これ4000円でしょ、これ2000円するんよ。これこのたったこれが2000円するんですよ。これは葵ちゃんにもらったやつ、これは6000円ぐらいする。これはママがくれたからわからない。これも葵ちゃんにもらった。葵ちゃんからのお下がり多め。いい値段するよねお化粧品って、本当にわかる。まあでもね最近は買ってないよお化粧品。なんか一時期めちゃめちゃもうお小遣いの全てをお化粧品に当ててる時があったんだけど、なんかよく買ってたなと思うマジで。今ほんまに買ってないお化粧品、なんかなくなったものを買ってる、マスカラとか。それでいいよ、だって顔が1個しかないのになんでそんな必要なんてなるよね。なんか買ったところで使うのって一部じゃないですか。メイク初心者なんだけどマイハッチが一番こだわってるのはどのパーツ。あー目ですかね、目と鼻。まあでもまだちょっと目途中、買うものいい、それな一つでいいんやけどね本当は一つなんだけど。なんかこのビューラーもだんだん上がらなくなってくるからね、ゴムを変えなきゃいけないのか本体を変えなきゃいけない時期がわからない。これねこれ詰め替え用っていうかこれ取り外しができるタイプなんですよ大体。これを交換しなきゃいけないの、まあまあの頻度で。いつ変えるべきか、それでも本体ごと変えるべきなのかがわからん、このタイミングが。
まあいいやと思って使ってるけど。なんかライブとかお仕事の日だったらマスカラ下地っていうやつつけるんだけど、今日は別にあれだからこれ使い始めた。茶色いマスカラこれ買いました。本体変えなきゃダメなの？わかんない。なんかそれはねわからない。わからないですね。まあ、でもゴム変えてれば大体大抵の期間は大丈夫だと思う。うん、そろそろかなーって思ったタイミングで帰る。なんか今まで圧倒的黒派だったんですけど、マスカラとかなんか。テレビとかライブでさ、マスカラをさ、こう光が当たった時にマスカラ見えないじゃないですか。光で飛んで、なんかほんとマスカラ塗ってないみたいになっちゃうから黒だったんですけど、なんか普段は別に茶色でいいなと思った。今日の8の予定は、今日はまあまあずっと忙しい。いや、そんなこともないわ。今日はね、マスカラがつきました、まぶたに。今日はいろいろあるよ。今日は朝から動く。あと30分ぐらいで完成させて行かなければ行かないね。わかった。 DJ マスさん、だるまありがとう。クエントだけ化粧変えたりするんでしょ。あ、変えるね。まあ公演の時は何が違うって、ラメの多さが違うよ。キラキラ度をマシマシにする。進もう。なんか今まで今日はレッスンがありましたけど、今日は学校がありますとか言ってたんですけど、なんか最近ファンの方からの目撃情報が多いらしくて、言わないでって言われた。マイハが言われたわけじゃなくて、全体的に言わないでねって言われた。終わったら言っていいよって。まあ、それはそうだけど、昔からそうやって言われてたじゃないですかって感じだけど、まあ確かに良くないよね。危ない、確かに危ないか。危ないかね。危ないか、まあ、危ないか、そんな瀬戸内のファンの人はそんな危ない人おらんけど。
だから言わないことにした。終わったら言いますね。なんか今までオープンに話してたのに急になんか隠し始めたらさ、なんか今まで言ってたじゃんってなったら嫌だから言ったできたー。あ、まだできてない。おめめ、これが最後。なんだっけこの振り、なんかあったよね。え、なんだっけ、ちょっと覚えてない。もういいや。かっちゃんハートありがとうございます。一人で何もできないけど今アイメイクが終わったので次は鼻に行きます。まあ鼻は一緒やけどね。まずは光を分かりやすいように入れておく。一回やって影を描きます。ノーズシャドウって言うんですけど、この鼻に影を入れて高く見せる工程を。これは失敗する日はとことん失敗するし、うまくいく日はとことんうまくいくから一番神経がすり減る。なんか今までアイメイク、お目目のこのアイラインっていうこのこれとかめっちゃ日によって調子が変わってたんですけど、最近はねこっちの方が大変。経験あるのみなんだろうなと思う。全部まあね、どうせマスクしてますから落ちるからねどうせ落ちるって分かっておきながらメイクしてるこの気持ちよ。まあ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 、一番気合い入れてるのはどこですかって言われて目と鼻ですって言った割には目鼻めっちゃ折るの早かったね。まあそんなもんよ、マスクの時期だからね。あ、でもいいよ、高く見える鼻高く見えるよ、いいよいいよ。先にチークをねやるんですよ本当は。多分てか本当はやってたんですけど、できた。そしたら最後の2つ、次チーク、ほっぺた。まず第1関門こちら。第2巻もこちら。
続いて第三関門、こちら第三関門か、第三関門じゃなくて第三関門か、続いて第四関門、こちら結できた。あとはリップをする。仕事行ってらっしゃい。リップ、できた。前髪やります。お仕事行ってらっしゃい。大変だね。なんか朝からこんなにのんびりお化粧する日は珍しいから楽しい。分け目が、いきますせー、ディディン。ディディン。ディディン。ピュン。振り分けられた。今前髪の役割分担。そしたらこの辺か。湯気が出てる。仕事行ってらっしゃい。頑張れ。でもな、なんかまあいいか。リップはエチュードハウスっていう、あ、名前変わったんだっけ、エチュード
のリップです。韓国から来たコスメブランド。なんか今日の前髪あんま好きじゃないけど、まあいいや。ここで巻いてる感がすごい出てる、やだ。まあ巻いたんやけど、巻いたの私やけど、巻いたの私なんか。今前歯も巻いたの私なんかって言ったけど当たり前や全然当たり前のこと言った今。なんかでもさ、芸能人の方とかさ、これリップエチュードシロップグロッシーバームチェリータルトっていう色、こういうカチカチするタイプのリップ可愛いね。これはいできた、前髪できました、はい全部できた、うん可愛い。最近芸能人の人とかがさ、こう YouTube を始めたじゃない。なんかお笑い芸人さんとかも YouTube 始めてくれたおかげでさ、なんかネタの動画とかいっぱい YouTube に上がってて嬉しい。お笑い好きなんですよ、見るのが。なんか私にお笑いのセンスはないけど、見るのはすごい好きなんですけど、めちゃめちゃ嬉しい。髪の毛、前髪固める。前ハチ、ノンスタイルさんめちゃめちゃ好きなんですけど、ノンスタイルさんの漫才動画とか上がってめっちゃ嬉しい。モンスター好きな、めっちゃ好きですよあと個人的には私キングコングさんがめちゃめちゃ好きなので、ネタ動画やってほしい。なんかキングコングさんはあんま漫才とかあんまやらないじゃないですか番組とかで。やってほしい。前髪両サイド多くしてるんですよ。前髪を薄くするために、ででまさかの充電器が刺さってない事態。えい、ここが一緒になってほしい。こうなってほしいんだけど、まあいいや。固めたんだが、固めたのに固まってない。いや、前歯の前髪って本当に固まらないんですよ。なんか今のスプレーして固めたのに固まってない案件めちゃめちゃ多い。でもやっぱなんか寝起きの顔してるな。こうやってマスクするので、さあ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 、メイクできた。ああ落とした、携帯。8時42分、うん、みんな今日も頑張ろう。最近ツイッターとか見てたらめちゃめちゃみちゅが出てくる、あの広告で、宮島のやつ。
何これ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 、あの宮島の宮島水族館、なんか広告で流れてくる、わかる言ってることわかる。なんかね、なんかね、分かってほしい。宮島のやつのみちゅが広告で出てくるの、ツイッターの分かって分かる。でもいまいちピンときてない人多いと思うけど、なんで？ちょっと分からん。宮島行きたくなるよね、あんな広告いっぱい出てきたら。で普通に宮島行きたいんですよね、海があるから。おいちゃんってさ、広島海どこにあるんだろうねって言ったら、あ宮島じゃない、あ宮島いいね、宮島行くかって言ったけど、結局なんかいや宮島かなみたいなって、なんか宮島の水族館のツイッター、こんな可愛いカワウソさんの写真上がってんの、やば、カワウソさん大好き。なんかいっぱいカワウソさん上がってるやん、可愛いカワウソさん、やば、かわいい、こんなん見に行くしかないわ。カワウソさんの写真をいっぱいあげてくれるタイプの水族館大好き。私本当にね、ツイッターの広告化してるやつ違う、そうなん？だからかなんかイコラブさんとかノエミーさんとかの PR 結構多い。暑いよね、かわいい、かわいい、宮島水族館最高なんだが、かわいい。お前はね、将来カワウソを飼うのが夢なんだよね。この夢を誰にも渡せないわ。島風さん、ハートありがとう。まあ確かにあれですよね、見てないのにさ、なんかあんま全然興味のない広告出されてもって感じよね。確かに言われてみれば買うの大変そう。それな、買いたいんよマジで。でも広告出てこなかった。でもねツイッター流れてくるんよ、またちょっと流れてきたらみんなに言うわ。流れてきたらちょっとスクショでもしとくわ。なんかこんなさ毎回ちゃんと出てきてほしいよ。でも分かってほしい、ほんまに。まあ分からんかもしれんけど、ちょっとまた見せるね。フェレットが似合いそう。本当に可愛いよねフェレット。
トゥイート。フェレットなんかすごい小木ゆかちゃんのイメージがある。なんか人形持ってなかったっけゆかちゃん。ハイビスカスありがとう。どこの水族館がおすすめ？カワウソがいるところならどこもおすすめやろ。宮島いいと思う。宮島の水族館好きよ。渡す。なんかあんまね、水族館好きやけどね、いろんな県の水族館行ったことない。あそこ行ったことあるよ、あの白イルカおるとこ、なんだっけあれ、アクアス島根、島根県のあれ好きだった。大きくて水族館もうね、超でかい白イルカの抱き枕を買ってもらって嬉しくて毎日一緒に寝てた。そのね、水族館行った帰りがね、すごいもう雷とかやばくて大雨で、でもね白イルカがいたからね怖くなかった。あれはいいよ。そう。かわいい。ライブで遠征したら水族館のこと、あ、いいね。それいいね。今日何を持っていけばいいっけ。ペンがいるか。ペンと、あ、今日学校がある。あ、ない、いや、ある、ん、ある、あれ。あ、でもあるなら学校道具持っていかなきゃいけないし、なかったら別に持っていかなくていいし、ちょっと分からん。待って、停電。今日何日？7月29。おお、あ、あ、そうじゃん、そうじゃん、ん、島の関の水族館行ったことあります。あ、海峡館、あれいい、いいよね。え、そうね、徳山動物園もね、カワウソおるんですよ。尊い、マジ尊い、マジ尊い、可愛すぎる。まだやってた。あ、やってる。9時までやってる。9時まで。9時までやってるよ。これ持って。これいる。これいる。あ、これいらない。これいらない。
これいる、これいらない、これいらない、これいらない、おはよう。今カバンの中へ作ってる。そうだ見て、昨日これもらったんよ、みほりん。なにこれ、メンベーの形をしたメンベーじゃないクッキーみたいな。マハいつも朝一で体重測ってるんだけど、朝一まだ体重測ってないから、測ってから食べる。もう 1g でも多くなりたくないからね、測るときは。最近これ買った、夏だから汗拭きシート。昔からこのディズニーのね、この何、マンダムハッピーデオボディーシート、昔からこれ、ダンスやってる時からずっとこれ、一生これですもん。はい、これいらない、オッケー。で、科学ののはいるかいらないかわからないけど、多分入れる。え、どうだっけ、あ、何がいい、ちょっとわからん、まあいいよ。よし、ストローが入ってる。ストローが入ってる、長いストローが。あ、お茶買ったからか。マンダムって書いてある、ハッピーハッピーなんとかで、大事、充電器を入れる。マイハの使ってる充電器はこのタイプ C の充電器なんですけど、結構 USB タイプのさ、 USB じゃないと使えませんみたいなタイプのさ、コードとかさあるからさ、なんだかんだ言って USB を持ってる方が便利なのかなと思ったりする。てかなんか光ついてんじゃん、気づかなかった、いつからついてる、これずっとついてるのかな、まあいいや。充電器はこの網ダサ前髪切った、え、あ、今日まっすぐだ髪が、雰囲気が違うなと思ったんだよ、違いに気づけるタイプだからね。真似されたわまんまに、私真似してないよ。あ、私筆箱どこやったっけ今、あ、あった、あ、マイハが行く、こ、なんか筆箱、シャーペン壊れたけどなんか行こう。これ筆箱、ボールペン、蛍光ペン、のり、シャーペン、ペン、シャーペン、シャーペン、ボールペン、シャーペン、これカッター、ミニカッター、これハサミ、消しゴム、これ日によって変えるんですよ、気分で。てかさ、ハサミあるな、カッターいらんし、カッターあるな、ハサミいらんくな、カッターいらない、まあ、なんか入れてて使った試しはないよね。ハサミはまあまあよく使うけど、シナモンロール、シナモンロールでした、シナモンロールじゃなくてシナモンロール。そう、怒られる、マイハみたいな人絶対そんなにいらないよ。なんかね、シャーペンよく壊れるんですよ。言うてそんなないよ。これシャーペン、これ2本 0.5 のシャーペンが入ってて、あ、3本入ってる。これいらんわ。じゃあ
なんか大体2本みたいな、1本しか入ってないわ。でも 0.3 蛍光色ペン3本入ってる。これは蛍光ペンで、これはただ好きだから入れてる色で、これはペン、これはただのボールペンで、これ丸付けする時の赤ペン、これ黒いボールペン。この黒が意外と必要品しか入ってないよ。あとシャーペンの芯とのり、のりとかよく使うけん、これのりおしゃれじゃん、なんか色が。ハサミと消しゴム。なんかこうやってさ入ってると多く見えるよね。でもそうね、なんかまあでもなんかでかいから別に入ってても大丈夫ではある。まあ、カッターをじゃあ使うのはどういう場面かって考えた時に、なんか段ボールを開ける時くらいしか思いつかないから、多分いらないんですねきっと。これまあハサミとかは別になんか意外といろいろ使うじゃん。その学校では使わなくても私生活でタグ切ろうかなとかあタグ切ろうかなとならんかもしれんけど、なんかまれにまあまああると便利。化粧直し道具は可愛い筆箱持ってるけど、もう 3,4 年使ったからそろそろ違うのにしようかなと思って、今どうしようって思ってるところ。結構汚いね、よく見たら 3,4 年使ったから。あとメガネだ、メガネ目がまた悪くなってるから、メガネ大事。もう学校とか行った時なんかさ、ホワイトボードじゃなくてさ、なんかテレビ画面で授業する先生めっちゃ多いんだけど、見えんから見えんからって私一人で思い言ったら、そういえばメガネがあるやんっつって、メガネ何のためのメガネ。9時になった、よし終わるか、そろそろ。みんなありがとう、今日も頑張ってね。じゃあランキング読みます。いやビデオ流すだけじゃなくて、なんか iPad とかパソコンで画面に映すみたいな、めっちゃよく分からんけど、ホワイトボードでええやんっていう授業よくする先生多い。配信ありがとう、こちらこそこちらこそ。ランキング読むね。はっ、なんか変わった、すご。13位三太郎さん、楽しい時間ありがとう、こちらこそ。12位エリックさんありがとう。11位湘南のさやさん、前入って朝の準備配信ありがとう、勉強になりましたならんやろありがとう。10位かっちゃん、いい一日になりますよね、ファイトありがとう。9位島かじさんありがとう。前8マーシーさんありがとう。7位もももさんありがとう。6位ザッキーさんありがとう。5位前8のマーク朝橋ありがとう。前も一度でいいかメイクさんになって前8に化粧してあげたいな。お化粧あんまできんよメイクさんになっても、髪の毛やってください。顔をね自分でやることが多いかも。か頭やって頭切る、こっちは苦手ないよね、前は自分でやるの。買わなきゃやってほしい4位ティータン、朝配信ありがとう、今日も可愛いありがとう、イエー。3位ビッグエブさんありがとう。第2位ユウさんありがとう。そして第1位は DJ マスさんでした、ありがとう。ということで、また明日の配信でお会いしましょう。今日という日が
皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、8、じゃあまた明日、バイバイ、せーの、バイちゃん。